クロード・ピュエルはフランス・カストル出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。息子のグレゴワール・ピュエルはオグック・ニースに所属するサッカー選手。地元、カストルのチームに9年間所属した後、1977年からエースモナコのユースに移籍。1979年に同チームでプロデビューを果たすと、そのままチームを変えることなくプレーし、 1996年に引退した。在籍は17年を数え、1982年及び1988年にはリーグ優勝も経験している。現役を退いた後も AS、モナコに残り、フィジカルトレーナーやリザーブチームの監督を務めた。さらに1999年1月、A チームの監督に就任し、4位でシーズンを終えると、 続く1999から2000シーズンにはチームを優勝に導いた。しかしながら、翌シーズンは低迷し、モナコとの契約は延長されることなく、ユース時代から24年在籍したチームを去ることとなった。モナコ対談後はすぐさまラスクリールメトロポールの監督に就任。ここでの初シーズンを5位で終えると、2004から05、シーズンは2位という成績を挙げ、 UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得する。すると、翌シーズンクラブ初となる同リーグの決勝トーナメント進出を果たした。トーナメント1回戦のマンチェスターユナイテッド FC 戦では検討したものの敗退し、ベスト16に終わった。2008年からはオリンピックリヨンの監督に就任している。しかし、チームを掌握できずに、 リーグ戦8連覇を逃し、ピュエル自身の評価も大暴落してしまった。2009から10シーズンは進化が問われる1年となったが、カリム・ベンゼマやジュニーニョ・ペルナンブカーノといったチームを支え続けた主力選手の抜けた穴は大きく、序盤からチームは低迷したままリーグ戦の前半を終えた。しかし、後半戦になると徐々に持ち直し、 UEFA チャンピオンズリーグ2009から10でも、レアルマドリード、FC ジロンダンボルドーといった強豪を倒し、初のベスト4進出を果たした。最終的にリーグ戦2位でシーズンを終えたため、なんとか首の皮が繋がり2010から11シーズンも、引き続き指揮を取ることになった。ジミー・ブリアン、ヨアングル・キュフといった攻撃的な選手を加えたことで、攻撃力はアップされたが、 守備陣に関してはほとんど補強されなかったことで、戦力的なバランスの悪さは最後まで解消せず、リーグ戦は3位にとどまった。在任3年間で7連覇がストップしたばかりか、結局一つもタイトルは取れず、2011年6月20日に解任された。2012から13シーズンからオグックニースの監督に就任。2016年6月30日。 サウサンプトン FC の監督に就任した。クラブとして38年ぶりにフットボールリーグカップ決勝に進出するなどしたが、リーグ戦は8位に終わった。シーズン終了後の6月14日、解任された。2017年10月25日、クレーグ・シェイクスピアの後任として、レスターシティ FC の監督に就任した。が、2019年2月24日付で、 解任された。2019年10月、エースサンテティエンヌの監督に2022年までの契約で就任した。ありがとうございます。